ポケゆるチャンネル始まるよ。本日もゆるっとポケカを楽しみましょう。ポケゆるチャンネルのヨウとユウとスノーです。さあ今日は前回動画で紹介したライコウギラティナの対戦動画を撮っていきたいと思います。それではスノーさんは何のデッキを使いますか？僕はパルキアを使います。環境にひしめいているね、はい、パルキアをギラティナが粉砕できるのか。そうですね、やっていきたいと思いますよね。ね、前回言ってた 3-2-1 のプランをできるのかが見ものだと思うので、それではやっていきたいと思います、はい、こっち真ん中で、はい、じゃあ最初はジャンケンポイ、はい、よいしょ、先行はい、じゃあお願いします。今日は行きます。1枚いいっすね、今日はスタート。いやこっからどうにかしたいですね。どうにかしたいんで花選び使います。じゃあアクロマ捨てます。これアクロマ捨てるのはつまりそういうことですね。持ってるってこと持ってる。じゃあライコウにエネルギーつけます。はい、これでバックします。はい、じゃあ1枚ボールでカルキアネットトラッシュします、オリジナルカルキア V 持ってきてそのままベンチ出します。はい、枚数をお願いします。2枚で、はい、これでメッソンにケバリ、そしてこれでマリー。マリー、助かりたい助かりたいじゃあ下に行きます。4枚、5枚で輝く月光がベンチ出します。これで特性隠し札で全に切って2枚引きます、カルキア V もう1枚出します。でこれで、どんどん呼び使います。はい、メッソンはこれだけで強いんですよね。メッソン強いな。メッソン2枚、はい、まださすがにアメージングシュートは飛んでこないと思うので、今のうちにね、できるだけ盤面整えて。いや、俺、ここから次ライコ、じゃあ、2枚、はい、飛ばしますよ、全力で。ここからライコ来るんすか？ここからライコ来るのが俺っすよ。これで、爆破します。はい、行きます。今日はラッシャー。じゃあ、これで花選び使います。まあ、1ターン目はなかなかライコ捨てます。動けなかったのかなっていう風には見えましたけど、結構が出して隠し札使います。でこれでポケモン入れ替えて使います。はい、入れ替えて隠し札使います。1クイックボール使います。でクイックボールで草エネルギー捨てて、何を持ってこようかな。じゃあネオランド持ってきます。アクロマ持ってきます。ルミナスサインがこのまま持ってくる。この動き大切ですよね。いやこれ大事ですね。でさっきねマリーちゃんにね落とされたものシャク何枚で？2枚で。2枚。でこれでアクロマ使います。1、2、3、4、5枚。5枚見て3枚を取った2枚をロスト。じゃあこれとキュアワで、はい、水晶とキュアワをロスト。でウー出します。で1エネ切って逃げます。で、U 出して、で、これでオトボケスピード使います。はい、じゃあオトボケスピードですね。スピードですね。じゃあ110点で計算します。110点で出します。1枚もらいます。はい、じゃあ月光構え出します。はい、1枚、まずたっぷりバケツ使います。はい、強いな。敵から水エネを2枚いきます。何枚ですか？2枚です。はい、月光シュートが飛んでくる。高手裏剣は飛ばしますよやっぱりもちろん。じゃあこれで隠し札使います。1枚切って2枚いきます。あーす、出せるか。ちょっときつくてメッソンがいってないですね。パルキア V スターに進化します。いいっす。あー進化できるんだ。でここに手張ってきます。特性スターポータル使います。自分のトラッシュから基本水エネルギーを3枚まで選び、水ポケモンに好きなようにつけます。月光ガニ2枚、パルキア V スターに1枚つけます、はい、ちょっとこれ以
上何もやることがないので一旦ボスの指令でネオランドを前出します。はい、ネオランド前。はい、でこれで月光水剣でキュアは2体に90点で気絶させます。はい、じゃあ2体します。で最後に2枚取ります。はい、じゃあ1枚。はい、加速の要が消えました。じゃあ隠し札使います。はい、いやーそうっすね。じゃあ的にはアクロマ使いたいね。ある123あるんかい。これでロストが7枚溜まるんでね、ミラージュゲートが使用可能になると、ね、雷光が飛んできますね。じゃあこの2枚捨てます。で、1円で切って入れます。はい、で、雷光に入っていきます。エネルギーリサイクルでこの4つ戻します。で、ミラージュゲート使います。はい、いいですね。で、持ってくるのは草と雷。最高の流れで使いましたね。はい、エネルギーリサイクルで戻してミラージュゲート。じゃあ手札強すぎですね。何枚ですか？2枚で。2枚で。リアテナ出します。はい、でこれでライコーのアメージングセットで前とメッソンで、はい、2枚入れます。2枚取られた。そしたらバルキアビスタ前出します。1枚いきます。ちょっと手札が悪いな。じゃあパルキアに手張りしてこれで回使います。強い。レベルボールとクイックシューターの予定を、はい、いきます。でこれで不思議な雨使って、メッサンを2点を2進化します。はい、でこれで、レベルボール使います。メッサンをします。はい、してお願いします。2枚で。はい、さてとここからが厳しいな。どうしようかな。じゃあこれでクイックシューターで、はい、ギラテナブルに2点のっけます。はい、でこれでアクヌリで気絶させます。はい、じゃあ最後1枚取ります。じゃあブー出します。じゃあ1枚取ろう。でも2取られなかったのがやっぱでかいですね。この33になったんでお互い。隠し札トレーニングコート100歳の駅手配します。はい、でギアテナ進化します。はい、でボスの指令でチームメッセージ。おっと呼びます。でここで友達手帳使おうかな。ボスとクロマ戻します。何枚でしょうか？2枚で。2枚。あーメッソン食われる。まあメッソンは食いますよね。じゃあこれで元ウッケースピッドで1枚もらいます。はい、そしてもらいます。スノーさんは相当きついのでは？そうなんですよね。ボスもしっかり手帳で返され、このパンはでも一歩を倒さなきゃいけない。マルキア、あとサイド2なんでね。マルキア取って終わりですね。1枚一旦回で、はい、あ、メッソン全部食われとる。1枚ここだ。優秀だ。どうしようかな。お守りはまとかないとまずいですよね。そうですね、お守りは絶対必須なんですけど、これと、まあ、外れを減らしておきましょう。ジメレを持ってきます。はい、じゃあ指定お願いします。2枚で。はい、じゃあトレーニングコート効果で、はい、エネルギーを2枚加えます。はい、でパルキアブーに手配します。で、大きなお守りを、パルキアブイスターにつけて、これでクイックシューターでキラキラブイスターに2点もらいます。はい、はい、ではこれでアクアのネギで気絶させます。はい、じゃあいきます。ここで勝ちたいですね。じゃあ隠し札使います。はい、じゃあクイックボール
で、ギラティナ落とします。はい。今日は、落ちます。何枚でしょうか？2枚で。2枚で。じゃあ出します。あと、超円でさえ引ければって感じですもんね、これ。いや、まだ打てないんですよね。だから、あ、どっちが優先ですか？じゃあ、ポケモン入れたら逃げます。はい。今日はで花選びになります。じゃあ切ります。はい。じゃあここでミラージュゲート使います。ってことは今の花選びかな。とこれを持ってきます。めちゃめちゃ強いですね。何枚でしょうか？2枚で。2枚で。じゃあギアテンつけます。でも30偉いんですよね。そうですね、一応まだお守りがついてる。そうですね。で今日は回収ネットで戻します、はい、で、これじゃあ30ターンラインでベルトつけて、はい、ロストインパクト、あで、2枚取って、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。圧勝では雷光が強いですね。雷光、いい動きしましたね。やっぱ雷光で食われてきつかったって感じですかね。そうですね、やっぱりパルキアデッキは裏工作を軸に回していくデッキなんで、メッソンとかが倒されちゃうとどうしても、まあ、回せきれないというところがあるんじゃないかなと。まあ、最初のね動画でも言ったように、最初はウーとライコーで戦って1、3、2取って3取って、で最後にまた1取って で最後にギラティナが出てきて2取ると。今回は最初に月光手裏剣を食らってもうなお動いてましたからね、はい、それでも動けるのは相当強かったですね。強いですよね。高一のどんどん呼ぶの後にウップが出てきて倒されるのもそれはそれで痛い展開なので。そうですね、うん、1最初から取れちゃいますからね。高校で高一でメッソン取れるってでかいですよ ね。ロストの強いところでは全然ありますよね、うん、エネルギーなしで打てるんで。もう最初の出だし先行1ターン目見た時は結構詰まってるなっていう印象でしたけどいや全然そこからしっかりね巻き返してるところを見ると、うん、マリーちょっときつかったっすよね。でしかも V スターパワーをねしっかり残して使って勝ってるんで余力を残してでも勝てるのを見ると、はい、ライコー侮れないんじゃないですか。はい、ライコーいけますね。まだまだこれはなかなか環境に合ったデッキになってるんじゃないかなと思いました。はい。じゃあちょっと9月から大きい大会も始まると思うんで、はい、ユウさん、はい、頑張ってください。頑張ります。みんなもね頑張って、ね、ちょっと全員で優勝いきたいですね、いろんな場所で。ね、僕たちもギラティナとかね、また強いカード今後どんどん出てくると思うんで、そのカードも使いながら頑張って上目指していきたいと思いますので、はい、今後も頑張ってやっていきましょう。やっていきましょう。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。